そう、なんか父さんにすごいいい紙があるってすごい強烈に勧めてくれる人がいてそれで、じゃあって言ってね、いろいろやってもらってなんか最初は、こんな薄いのにするのっていうところからね、始まっていろいろ工夫していただいてその土佐藩を作ったご兄弟はこちらですとか言ったりして何か焼きっていうと重いっちゃ重いじゃないですか。だけど今 現代も結構何戦争あるし本当に重くもあって、その現実の重さとエンターテインメントの重さとか何かいろいろそこら辺で考えちゃったんですよね。で何かその橋渡しっていうんじゃないんだけど、焼きの時代の重さと今の時代の重さをなんかオーバーラップさせて、でそこに本当に重いのは嫌だなっていう思いを、なんか、現実の重いのはちょっと嫌だな、勘弁してほしいなって思いがを込めたかった。でね、駅の血もすごい派手だけど、あれってやっぱね、なんかね、特殊メイクの血の感じがするんですよね。こう言っちゃいけないんだけど、やっぱお芝居っぽいっていうか、だからなんかゾンビものとか見てる時のわーっていう派手なやったーみたいなスプラッターな感じがするんだけど、やっぱりそれと現実に流れる血と一緒にしちゃいけないみたいなね感じがあって、であえて血みどろえの液だけど今回の作品には血を描かなかった。これするために機械を、この最新の機械にストップかかっちゃうんで、ダマすために普通の紙を1000枚ぐらい使うんですよ、他に。要は、ね、普通のプリントの用紙を、その間でこれを裏張りしたこの和紙を入れていくんですけど、すり始めてすり終わりでインクの濃さって変わってくるので、いいとこだけをバッと取らなくちゃいけない。まあ使ってる素材自体は本当土佐コードなんで、山の栽培されているものと、まあ、朝は朝のもちろん栽培のものを使わせていただいて、ずっと残るもの。今後でもやっぱ描いてるうちに、なんだろう、にじみとか吸い込みとか、だんだんこう紙とね、息が合ってくるって感じなんですよね。最初こいつ、なんだかこんくらい描いたらこんくらいにじむとか、こんくらい水つけって言ったらこんな風になるっていうのを、分かんないで描いてるじゃないですか。それがだんだん慣れてくると、だんだんこう分かってきて、分かってくるのか、あるいはどうでもよくなってくるのか、そういう理由なんだけど。水墨って完全に水だけをサッと引くと表情が出て、薄いグレーが入ってるんですね。それとかこう引いた時に髪がこうキュッてこうたわむじゃないですか。そこも全部伸ばさずにそのまま額装というかしてるんですね。なので普通にその作品だけを見るっていうよりか、どういうふうに描かれたかっていうのも今回は楽しめると思う。なんかね、切れ端の方が書きやすいなんか切れ端でどうせもいいだろうとかちゃんとした紙やっぱ緊張しちゃうんだよね、なんかね。